いつもあいらチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は忍者 1000SX のアルミ削り出し可変ハンドルについてご案内したいと思います。忍者 1000SX はスポーティーなライディングとツーリングでの快適性を併せ持つスポーツツアーラーです。川崎クイックシフター、エレクトロニッククルーズコントロール、インテグレーテッドライディングモードなどの電子制御システムに加え、最適化されたシート形状、角度調整可能なウィンドシールド、さらにグリップヒーターの標準装備などにより高い快適性を実現しています。忍者 1000SX はライダーの幅広いニーズを満たしてくれるマルチパーパスなオートバイと言っても言い過ぎではないでしょう。ではこの忍者 1000SX のオーナーの皆様はどのようなライディングをされているでしょうか。今のポジションが皆様に合っているでしょうか。まずはノーマルのハンドルをご覧ください。第一印象ですが、ハンドルが遠いように感じます。ハンドルはツアラーらしいやや広めの 725mm 幅となっています。ツーリングメインの方はハンドルを開き気味にしてゆったりとしたポジションで走りたいですが、少しハンドル幅が広いように感じます。スポーツ走行を楽しまれる方はハンドルを絞り気味にしてよりスポーティーなポジションにしたいところですが、純正はハンドルの位置を動かすことができません。ライダーの幅広いニーズを満たすこの忍者 1000SX、 より多くの方に快適で安全なライディングを楽しんでいただくためには可変ハンドルの装着は欠かせません。しかしこのためにはハンドルの開発のみならず、ハンドルのクランプ、そしてトップブリッジの開発も必要となってきます。開発段階では 3D プリンターで試行錯誤を繰り返し、最終的にはこのような形状のものが完成しました。これによりアイラのアルミ可変ハンドルの装着が可能となりました。可変ハンドルの装着によってさまざまなポジションを作ることができ、多くの体型の方に合わすことができます。可変ハンドル、ハンドルクランプ、そしてトップブリッジ、すべてをアルミ削り出しで作成しました。こちらの製品をご覧ください。アルミ削り出し可変ハンドルは高さ、絞り角をライダーの好みで変更ができるというメリットがあります。例えばスポーツ走行の日、ツーリングの日で高さや絞り角を変えることができます。言い換えれば様々な体格に合わせることもできるということになります。アイラで設定したポジションについてです。幅は純正が 725mm に対して705mm と 20mm 短くしました。さらにハンドルをライダー側に 9mm 近づけました。これにより肩が開きすぎずコンパクトな乗車姿勢となり、車両との一体感が増しています。今ここに 7mm のスペーサーが入っていますが、これで純正と同じ高さとなっています。絞り角は純正と同様にしています。アイラのアルミ削り出し可変ハンドルのメリットはここからがポイントです。今ここで使っているスペーサーには種類があり、 2mm、7mm、9mm、12mm があります。つまり純正比でマイナス 5mm からプラス 5mm まで高さを変えることができます。絞り角は今のこの状態からさらに2度開く、2度絞ることができます。ハンドルのクランプでハンドルの角度も調整することができますので、絞って下げることをすれば垂れ角を作ることができます。アイラの可変ハンドルは高さと絞り角、そして垂れ角を変更することができるということです。ご案内しました通り、アルミ削り出し可変ハンドルの最大のメリットは調整できる箇所が多く、さまざまなライダーに合わせることができるという点ですが、この可変ハンドルはすべて車種ごとの専用設計になっています。スイッチボックスなど取り付け用の穴開け加工も行い、無加工で装着が可能です。ケーブルや配線の加工も必要ありません。つまり取り付けも簡単で、純正に戻すことも簡単ということです。また削り出しのメリットは曲げ加工ではできない精度の高さと剛性や
シナリオ調整して削り出せるという点にもあります。肉抜きされた部分と強度を持たせた部分は見ていただくとお分かりいただけると思います。さらに純正と違う点は可変ハンドルの存在感がコックピットに高級感を与えることです。機能を果たすことはもちろんですが、見た目の美しさにもこだわって切削しています。忍者 10SX 用は車体のデザインに合わせてハンドルクランプ部分をシャープなエッジで角を強調したデザインになっています。我々アイラではハンドルを開発するとき、平均的な日本人体型をベースに車両の個性に合わせたライディングが楽しくかつ安全にできるかに重点を置いています。目指すポイントは車両とライダーとの一体感をライディングで常に感じ取れることです。このアイラアルミ削り出し可変ハンドルでより一体感の得られるポジションを探ってみてください。ハンドルの交換はステップの交換後やシートの加工後、またサスペンションの変更後などに合わせてご検討ください。今回もアイラチャンネルを最後までご覧いただき誠にありがとうございました。また次回もぜひご覧ください。